恵比寿2日目第6戦は終日ドライ。スピード領域も一気にアップし、どこから見ても迫力ある走りが堪能できるとなると、やってしまうと被害もでかい。ちょっとね、振り遅れというか奥振りになっちゃった。もうちょっと手前で入れればよかったんだけど、まあちょっとだけずれた。一瞬の判断と操作のミスが命取りとなる極限の領域で、どんな戦いが見られるのか。それでは単走決勝行ってみよう。あ、すいません、ちょっとさっきから気になったんですけど、はい、僕の、ね、はい、スペースを減らしてまで、これ何なんですかこれ。これまあ、気にしないでください。これあ伝説のもの、ビデオオプションとかっていう、ね、これ本物でしょ。本物です。本物やね、これ。よう残ってたね、これ、はい、ビデオオプションをね、はい、昔から見てます。昔から見てる。知ってます。あれかと。ああ、説明いらないです。本物らしいんですよ。本物なんです。いや、だからドスの原点でしょ。あ、そうです。だからドスに変わるこれで採点してたんです。そうでしょ。はい、一番いいのはこれ、銀だこ。はい、その次はタコ。タコ、タコが次。はい、タコ80点とかね。そうです、そうです。で次はイカ。イカ、あ、イカの方が下ない。でクラゲ。クラゲ、クラゲ、はい。ウニ。ウニ、谷口君がなかなかこれが取れなくてさ、こればっかりだったんだね。今日一度もないから、こんなの。あ、そう。一度もないから。マジで今日解説これでやるんだよ、今度。え、谷口これ持っていけ、お前。そう、今日審査これでやるんですよ。何行き当たりばったりのことばっかり言って。いやえ、あるある、銀タコ、あれもらった最高やね。さあ、松川和也、どんな走りをしてくれるかどうか。現在シリーズランキングも12位といいところまでつけてきた。ジャンプして飛び出してきた。ずっと角度をつけて、ここまで上回る。ここからちょっと小さいところに入りつつ、この辺が辛いところ、ここが辛いところ、うまくクリアして、そして角度、やってもらった。あら、野村健のまず飛び出しからずっと来て、さあそこから振り込んでくる。そしてアウトに合わせた状態をきれいに回し込んで、やっぱりこう迫力というと速度の足りなさがあるんですかね。まあ、やっぱり今時の勢いのある人と比べるとそうなっちゃいますよね。はいはい、96.02 です。タイからやってくる今度ドーガンミックルネット、ずっと飛び出してきたところ、小さいラインに入りながら、さらに見ただけ前を飛ばしてくる。うまさはあるものの、これがどこまで得点が伸びるのか。大阪で大クラッシュしたこのマシンを直して、さあ畑中、セクター1を意識して振ってきた。そこからさらにぐーっと振り込んでくる。さあ、このまま、このまま旋回していけるかどうか。どうだ、進んでいく、進んでいく、強引に無理くり持ってった。水槽に行けるか、スタート地点に行くのか、どちらにしろそっちに行くことになりますが、徳田正義、ずーっと出てきて、綺麗に登ってくる。角度をさらにつけ足して、確かに乗り方としては非常にうまいが、この辺が苦しい、苦しい、苦しい。確かに、あ、タイヤが折れてる、折れてる。あ、本当だ、本当だ、足がなんか後ろがおかしいぞ。なんかものすごい状態でフィニッシュしてった。トミちゃん、左のリアがめっちゃトーアウトになってるよ。左のリア、トーアウト。何が折れたんです。どうだ、トー変えた。多分ナックルだと。どこでおかしく繰り返したの。いや、多分もう落ちた時に折れてたんじゃない。20代、28歳、松山奥斗、飛び出してきたギリギリのところ、さらにスーッと角度をつけて合わせ込んでいく、合わせ込んでいく。さあ、どうでしょう。いいんじゃない。合わせれれば、合わせられれば。うまいね、はい、うまい、うまい、綺麗に合わせられたというところ。ベテラン上野、さあどうだ、ふわっと出てきて、ちょっと引っかいたところから、さらに踏み込んで、ずーっと回し込んでいく。だいぶ角度がついた状態をうまくアクセルで合わせた。レカ GS350 高山健二46歳、角度とスピード両方、そしてそこからさらにもう一回振り込んでくれ。さあ、入れ込んできた状態で合わせく、合わせていく。多角形コーナリングしちゃってるんで、もうちょっと斜めにこう、ま、丸く行きたいですよね。丸く行きたいところね。ローレルに 2JZ 搭載の木口健二のこのマシン入ってきた。いい飛び出し。そこからさらに角度つけて、綺麗に回し込む。テレビさん、あのね、はい、上手よ。上手だね。上手よ。すごく綺麗に持ってってるね。綺麗、はい、しかしそれがね、95.7
72。北岡祐介34歳、元ストリートリーグルチャンピオンは、まずは出口、ずっと出てきたところからちょっとインが入っていって、どうでしょうか、回し込んでいく、これでどこまで得点が出ていくか。北岡97.80、リビノ頑張れ。あ、昨日の予選1位通過、鉄拳8番のガルフレーシングデスティノタイヤ S2000、リビノ哲也、しかし本当に難しそうなこの車、それを抑え込むことができるのか。いや苦しそうだ、苦しそうだ、どうだ、これが日比野が一番恐れていたやつ。日比野選手分かってるんですよ。あの日比野分かってる、はい、実は俺も分かってるですよね、うん、でもやってくる、やらざるを得ないから。痛い、痛いよね、痛かったよね、救急車、救急車それ俺のだよ、取るんじゃない、俺のね、はい、無理だよ俺の車まだ。そうだね、せっかくの車傷つけちゃった。クラッシュで倒れてしまったコンクリートウォールを直すのは、数々のビデオオプション企画を陰で支えてきた重機マイスター三浦。ただ起こすだけでなく、ピシッと面を揃えるユンボさばきはまさに名人の仕事だ。すぐさま競技再開。出てくるのは末永正雄、来ました。大阪では優勝して、しかしラウンド5では追走に行けなかった。飛び出してくる、さあ佐古 GTR、 ずっと打って繰り出してくる、繰り出してくる、さあどうだ、さあどうだ、うまく回し込んでいければ、これだったら、これだったらどうだ、まあ速いから速度でどういった得点が出るか。続いての登場、現在シーズンランキング第7位、斉藤大吾。さあ注目、来たー、速い、うわー、これでかー、超かっこいい、すごい、ただこの走り、出て今フィニッシュ。ちょっと谷口さん、あら、はい、ギンタコ、ギンタコ出てた、98.77、すげー。昨日2位の人が落ちてしまうわけにはいかないよ。出てきたところ、シューッと上がって角度を入れ足していくか。あー、角度がちょっとつき切っていない状態になったか。大吾の後に走る人はかわいそうだ、はい、かわいそうなくらい。96.77、さあ降りてきた、降りてきた、キレイマシンの大吾村雄一がまず角度つけて、くっつきながら、それでもう1回角度やっぱちょっと狂ってるんですか ね、はい、ね、乗りにくそうな感じありますね、うん、ぶつけた後遺症がありそうですよね、はい、この S15SR4 平島明、まずは追走に行けるかどうか。どうだ、スーッと角度を出していく、回し込んでいく、回し込んでいく、さあいいスピードぶり返し、平島が残りましたね、はいはい、トップ8はカウントダウンで見てみよう。昨日は単独優勝、追走優勝、完璧な優勝を決めました。9時の昨日、ウィステリア180、どんな走りをするんだ。まずはいいスピードから、さらに振り込んでくる、さあ綺麗な状態だ、そして振り込んでいくところ、うまく取っていく、いいラインに上がって振り返しも鋭い、そのまま押し込んだ。まずはこの単走ファイナル、とにかくトップ8入り果たせることができるかどうか。現在ランキング第2位、ゼッケン35番トヨタや GLA ウントラソレーシング3号 GTR、 川端正人のスーッと出てきたところ、さらに角度つけて、アンダーだった、1、2セクターはいい状態、3セクター入った時にちょっとアンダー出たけど、けどこの先のペースが尋常じゃなく速いんだけど、いや98.09、 7番手入り、見て31点だけど、セクター2、セクター231点。さあ昨年この位置で優勝を果たしました、2勝目も果たしました、この村山智弘なんですが、得意な恵比寿、どんな走りを見せるか、このドライブの中、いい勢いで飛び出してくる、そしてそこからさらに角度つけ出して、ちょっと小さいところに入ったか、ちょっとラインがうまく切れなかったか、アクセルが完全に合わせられたというところではなかった。全体的に速いですね、うん、
さあ昨日予選7位通過になりました。今現在シリーズランキングは第9位の末永直人。 2JZ 搭載スーッと出てきた。いいスピードスーッと角度つけてきた。スーッと角度つけてきた。打っていく打っていく。スーッと打ち込んでいく。そこそこいいラインには乗っけている。そして振り返し悪くない。走り慣れてるな。さあ続いて登場、現在シード選手シリーズランキング第3位、ゼッケン70番 DMAX-S15 に乗るのは横井正史です。いい勢いで飛び出てくるはずだ。悪くない。そしてギリギリとからさらに角度をつけ出した状態で打ち込んでいく。さあちょっと小さいところになってしまいましたけれども、それでも上かわせた。 98.464 番手。さあ単走は非常にいい、追走が問題。しかしこの単走ファイナルどこまで来るか。岩井照義ロードスターが降りてきた。白とピンクのマシン。さあ岩井照義まずはいい感じで、そしてここからさらにスーッと角度をつけて速い速度できた。速い速度できた。このまま回し込んでいくと、これでコーナリングは速いと。あーちょっとラインがずれた。惜しい。コーナーまでは抜群に良かったよね。現在ランク2シリーズランク24位。なんとしてでもお台場行きを取るためにこの単走ファイナルで一発見せることができるか。降りてくる。ずっと角度をつける。蹴出した状態で振り込んでいく。踏んでいく。さあうまく乗せたか。ちょっと流れたか。大丈夫か。速度感ありますね。ありましたね。ただあそこの2コーナー回り込むところぐらいですよね。悪くない。98.6番手。並み居る強豪を抑え優勝したのが松井。ゼッケン7番チーム RM ミュングループ今 RX7 は松井裕樹雄です。得意なエビス優勝経験持っている松井が飛び出してくれ。すごいライン。いい角度。モノレールが登録した。さあ住宅は回っていきますか。思いっきり振り込んできた。速いぞ。今フィニッシュ。これめちゃくちゃいいよ。出るなこれは。ちょっともったいぶってタコ。ほら見ろこれ。すごい。今銀タコ出したら100点出たらどうすんだこれ。そうだね。本当頑張ったよ。得意のエビスで松井が見事結果を残した。